はい。おはようございます。ブラッシュミュージックのウェルコンマンです、えー。このポッドキャスティングは、えー、音楽ビジネス、えー、最新の音楽ニュース時事ネタなんかをピックアップして、えー、第二次ニュース的な扱いになりますが、えー、ウェルコンマンの解説込みで皆さんに情報をお届けしたいと思っております。ぜひ、フォローの方お願いします。 さあ、ということで、今回ピックアップするネタなんですが、ミ、え、ュージッカライジャパンというね、デジタル音楽、ビジネス最新ニュースのね、レポートを吐き出してくれている、本当に素晴らしい、えー、最新ニュースをレポーティングしてくれてます。これをですね、ちょっと解説していきたいと思っています。えー、今回のテーマはですね、えー、とー、世界の録音現場売り上げが2019年、 えー、約2兆2509億円に成長したという、えー、とデータが発表されました。これはですね、えー、国際レコード産業連盟 IFPI、えー、要はですね、日本、えーと、今まで僕のポッドキャストでいくと、まあ、日本の レコード協会が出したもの、そしてアメリカのレコード協会が出したものを順に、えー、と特にスポティファイにピックアップして、えー、お届けしていたんですが、今回は国際レコード産業連盟、まあ、トップ・オブ・ザ・トップですよね、が、えー、今回のレポートをまとめてくれていると、えー、いうことになります。はい じゃあ、えー、と、現場なので皆さん今回の文に関しては出版要はライセンスですね出版関係とかライブの音楽は含まれないまあ純粋にストリーミングとか音楽のストリーミングそしてフィジカル CD とかアナログレコードとかミックステープとかまあそういった音楽の現場産業というところでご理解ください、はい、2019年、えー、なんと、えー、2018年に比べてですね11.4%も増加しております はい、これはすごいスピードで、えー、っと成長しているというところはもう皆さん、あのー、間違いなく感じ取っていただきたい、えー、かなり、えー、2018よりも大きくなったという話でございます、えー、成長は加速しております、えー、っとただストリーミングが、えー、っと世界的にね、えー、広まってきた 時よりかはちょっと鈍化している、えーと、ちょっとスピードダウンはしてますが、それでも11.4%があるということは、ストリーミングの新しい、えー、音楽の聴き方が、いよいよ、えーとまあ、アメリカとかヨーロッパだけではなく、えー、全世界に行き渡っていってるぞと、まあ、そういうふうに認識していただければと思います。でここから面白いんですが、えー、とこの、えー、今さっきお伝えした、えーと すごい金額で、ね、2兆2509億円の内訳を少し言っていくと実は全体の67.5%がメジャーレーベルいわゆるメジャーレコードと言われるものです、えー、ちなみに去年よりも、えー、0.5%ダウンしています そしてインデペンデントレーベルおよびアーティストは32.5%なんと2018年から32%増加を占める結果でございますこれはもう分かりやすい結果でございますね単純にメジャーレーベルのもちろん売り上げっていうのは世界的にもちろんプロモーションとか会社の規模が大きいので売り上げは立ってくると思うんですがインデペンデント要は個人でやってるアーティストとかえとまあ小さい 団体でやってるレーベルのものが32%も増加するっていうことはいよいよ街なりしたなという感じですね。まあ、えっと、飲食で例えると、ちょっと分かりにくかったらすいません。えっと、例えばマクドナルドとか、日本でいうサイゼリアとか、もうどこにでもある、えっと、スターバックスとかっていうチェーン店で、みんなは基本的にご飯を食べるのがメインだと。 67.5%の人はえそこに行って美味しいものを食べるっていうことがいやそうじゃなくてその地方地方にあるまあ美味しい料理を食べに行こうかという人がめちゃめちゃ増えてきたということですそれはそれなりに美味しいやんってねっていうのがまあ一つ分かりやすい例なのかなと思っているのともう一つは メジャーであろうがインデペンデントであろうがクオリティのところの距離感が詰まってきた昔はやっぱりメジャーレーベルから出てるものやっぱり予算がかかっている制作費用もかかっている有名なプロデューサーが楽曲の,ねあの提供していったりするのでまあいわゆるえとプロって言われる楽曲が展開されていたんですがこの,このご時世いわゆる コーライティングワーク複数人で曲を一緒に作ったりだとかあとは DTM の発展でもう簡単にアプリからとかでもあの安いハードウェアを買ってすぐ楽曲がオリジナル作れるっていうことがあのできるようになったのでえっといわゆるハードの面とかソフトの面のえっとクリエイトする技術進化によってえインデペンデントのアーティストの活動がしやすくなった っ特にあの毎年ね今年も LA の n ム m に行ってきたりとか去年もえっと日本のインタービーと大きい、ね、機材の採点に行ったりとか、まあ、なるべく最新ものはチェックしているんですがえっとハードはね特に音楽のハード,ウェイハードは いわゆる新しいものが出るっていうよりかは、高品質、低価格のものがめちゃめちゃ出回ってる印象で、誰でも曲を簡単に作れる時代に、音楽機器のね、メーカーさんが一斉にそっちにフォーカスしてるイメージはもうあります。それがですね、こういう現場の売り上げのところにも反映されていってるなと、この、えっと、ハードの 原価がどんどん下がっているのは本当にもう10年以上前から徐々に始まってきているものがまあストリーミングのこの聴かれ方とこの時代の背景がバッチリマッチしてきたなということですだからこれからインデペンデント要はえっと無名のアーティストがハイクオリティでどんどんえっと楽曲が聴かれる世の中になっていくっていうのはこれも本当にこのデータ見ただけでも分かりやすくえ予測できますよねはい まあちょっと告知になってしまいますが、えっと、弊社のブラッシュミュージックでは、えー、皆さんの作った楽曲は無料で、えっ、ー、と、全世界の配信やったり、えー、著作権の登録もできますんでね、このデータをもとに、お皆さん曲できてるデモとかもね、えー、相談してもらったら仕上げもしますんで、どんどん楽曲登録して、どんどん SNS で吐き出していって、えー、ウェブ上でのプロモーション頑張れば、この、えー、出てる数字、 がえっと立証しててくれてる通り皆さんの楽曲がどんどん世の中に広まっていきこの原盤の売り上げになってくると活動していく資金もえっと今まで以上にねあのー、お,お財布が助かってくると思いますんでね是非 <laughs> アクションを起こしてください、はい、さあ少しちょっと僕の意見が長くなりましたがえー、っとですね、えー ストリーミングがもちろんこの成長の主な源となっております前年比24%増ですね1兆2465億円に達成しておりますこれは全てのレーベル売り上げの56%に相当しています少し成長は鈍化しておりますがいまだに右肩上がりだということでございます えー、そしてですねダウンロードがもちろんちょっと下がってきてますフィジカルも下がってきておりますはい圧倒的にストリーミングの世界になってくるというのが、えー、分かっていただけると思いますそして2019年メジャーレーベルでいうとですね、まあえー、とワールド、えー、ユニバーサルメジャーと言われる会社は大きく言うと3つありますユニバーサルミュージックソニーミュージックワナーミュージックですねこの3つが世界的メジャーレコード第,、えー、第3メジャーレコード レコードですね。になりますが、えーと、ユニバーサルミュージックが市場のシェア30%に増やして、えー、今頑張っているというリ,リサーチも出てきております。さあ、今回はですね、IFPI。 えー、国際レコード産業連盟が発表しているので、まあ、トップオブザトップのデータになってますので間違いない情報を皆さんぜひチェックしていただいて今後のアーティスト活動そして、えー、どういうビジネ音楽ビジネスをしやっていくかっていうところもぜひ、えー、検討していただきたいと思いますし、まあ、告知になってしまって申し訳ないですがぜひ一緒にね、えー、っと例えば Spotify 攻略だったりとか、えー、っと日本のアーティストがどういうふうにグローバルで聞かれていくかということを考えていくことだったり とかまあそこに対してのアクション、えー、プロモーションなんかをですねぜひ一緒にやっていきながら日本のインディーズシーンを盛り上げていければと強く思っていますのでぜひご連絡お待ちしておりますそしてこの情報があのー、一人でも多くの人にね一人でも多くのレベルプロダクションアーティストの人たちに届くようにぜひフォロー、えー、拡散の方もご協力お願いしますさあということで、えー、今回は、えー、この 国際レコード産業連盟のレポートについてお届けしました。ブラッシュミュージックのウェルカーマンでした。ありがとうございました。